ダイハツ工業は今日座席のボルトの締め付けが不適切だったとしてタントなど15車種合わせて171万台のリコールを国土交通省に届け出ました不具合の申告が449件あったということです国交省によりますと座席下のボルトが走行中の振動で緩み衝突したときなどに座席が動いて ドライバーらを保護する性能が発揮できない恐れがあるということです。